こんにちは今日はですねできる人は図解で考える、えー、知的生産力アップ講座ということで、えー、私永田豊志と OL のさきっちょがお送りいたします。それではですね、えー、早速なんですけれどもまず図解思考とは何かということをですね簡単に説明させていただければと思います。図、えー、図解思考考ででですねえー、図で考え記録し伝える技術とということで 佐吉、えー、さんはどういうふうに考えてどういうふうにメモを取ってますか普段ものすごくメモを取るのが苦手で、ええ、自分で見返してもわからないことが多いんですよそうですかほとんどの人はですね、通常メモを取るときにこのようなあの過剰書きでメモを取っているんですけれども佐吉さんはどのようなメモですかまさにこれですねこういうメモですと後からちょっと読み返したときにわかりづらかったりとか 何か問題点とかがあっても発見しづらいっていうことがあるんですけれども、うんうん、図解思考を使うとこのようなメモが取れるようになります。これ取りたいですね。ちょっと難しそうですけれども、えー、基本さえ覚えればすぐ誰にでもできるようになります。こういうふうなですね、えー、図解のメモが、えー、取れるようになりますと、いろんなメリットがあるんですけれども、例えば言葉をもう書かなくていいので、まあスピーディーに記録できるっていうことがありますし。 あとはまあ複雑でもですね関係性を把握しやすいとか、えー、抜けとか漏れを発見しやすい当然絵ですから、えー、記憶にもまあ残りやすいということがありますねまあ O.L. の崎貴一さんなので、えー、提案書とかプレゼンをすることも多いと思うんですけれども、うん、そういう資料にそのまま転用できるというメリットがありますそうですね人にもあの分かるようなメモが書きたいですはいでちょっと難しいかなというふうに思える図解思考なんですけれども。 基本はすごくシンプルなものでこちらです、A 矢印 B X、このですね、えー、と四角と矢印だけのパターンで基本的には図解思考って書けるんですよ。で私たちのです、ね、日常生活でもこれで書ける取引というのはいっぱいあるんですけども例えば物々交換ですとか お店に行って、えー、お金を払って、サービスや商品を買うということも、これで表すことができます。確かに、こう見るとシンプルですよね。そうですね。うんうん、で、当然、あの、企業のですね、ビジネスモデルのような複雑なものでも。この四角と矢印で書くことができるんですよね。うん。なんか、ちょっと高度になった気がします。そうですね。はい、急に高度になったかもしれません。うん、はい。ここで、ちょっと、あの、肩慣らしとしてですね。えー、先っちょさんに、ちょっと、えー、図解思考でですね。 書いてもらいたいと思うんですけども、お題はさきっちょさんは八百屋で大根を100円で買います。これを図解にしてみたいと思います。えー、図解をですねするにあたって今回はペンテルさんのですねエアペンミニを使って実際に手書きで書いた図をですねそのまま PC に取り込んでみたいと思います。これですね。はい、それではやってみましょう。 では、それではですね、八百屋で大根を買うと、はい。これを図解のメモにしてみたいと思います。はい。四角で登場人物を書けばいいんですよね。はい。えっと、私が、まず八百屋で。はい。はい。八百屋でだから。間違えました、ね。<laughs> <laughs> まあ、いいでしょう。はい。はい えと矢印で大根ですよね、はい、大根をもらったら、はい、私はお金を払いますはいはいできましたはいすごい簡単ですよねこのようにですねまあ八百屋で大根を買うっていうのと、えー、変わらずですねいろんなビジネスモデルっていうのはこの四角と矢印で書くことができますうんうん 四角と矢印だけだったらできそうですそうですよね、はい、ではここで今日本題のですね図解思考を使って話題のアップルこのビジネスモデルをですね紐解いてみたいと思うんですけれどもこちらに じゃじゃーん iPad ですねそうですね、はい、なかなか手に入らないこの iPad、うん、この話題のですね Apple の,このビジネスモデル儲けどころっていうのをですね図解思考で紐解いてみたいと思います、うん、儲けどころなんてわかるんですかねそれがですね図解思考を使えばポイントが非常にわかりやすくなるんですよね